J リーグ社連ヤフー防災模試共同企画備えるジャパンカップ。はい、備えるジャパンカップとは備えるが勝ちをコンセプトに J リーグ全57クラブが予選ラウンド決勝ラウンドを戦いまして防災知識意識を競うカップ戦となっております。今回選手を代表してチャレンジいただくメンバーを紹介します。背番号4番、水本博樹選手。背番号42番、福井幸喜選手。お願いします。はい、まずはですね、スマホご用意いただいていると思いますので、目の前にある QR コードを読み込んでください。はいはい、今回なんですけれども、予選グループが57クラブ、8つのグループに分かれています。我々 FC 町田ゼルビアは南関東ブロックで11チームの中で1位を目指していきます。今回受けていただくのがヤフー防災模試地震編となっております。全25問を回答していただきます。80点以上を獲得すると FC 町田ゼルビアに勝ち点3が入ります。で、60点以上だと勝ち点1、60点未満は勝ち点0となっています。厳しい。はい、なのでお二人で勝ち点6を積み重ねることを目指して頑張っていきましょう。それではスタートをしていきたいと思います。25問が終わった段階でスマホを机の上に置いていただければと思います。はい、では用意スタート。え、これカンニングはありですか？カンニングはなしで直接的には見ないでください。じゃあ兄さん、これ言っちゃっていいですか？問題4難しい。6時厳しいかもな。ちょっと難しいね。はい、普通に難しいです。はい、お疲れ様でした。はい、そうしたら、じゃあ水本選手はもう一つ画面進んでいただいて、はい、今成績発表という画面出てきてますかね。はい、そうしたらこのニックネームのところを一度タップしてください。で、 FC 町田ゼルビアに勝ち点を入れるためにはまず漢字で町田と入れてください。その後にご自身のニックネームを入力お願いします。カタカナで。はい、大丈夫です。どうしよう。ET。俺、ET に似てるって言われる。じゃあ、ET で。で、その後に性別、年代、都道府県入れてください。はい、20代の ET って。ここは非常にポイントで、ニックネームのところで町田を忘れずに入れるというところになります。はい、では、成績見てみましょう。はい、じゃじゃん、44点、はい、71点、全ダメでした。ダメですね。さあ、やばいっすよ、災害危機。お二人終わってみていかがですか？いや、なんか分かってそうで、そう全然分かってないっていうのが、まあ、この現れます、ね、はい、今回テストで、そうするんですよ。万が一のことを考えてるけど、もっとやっぱちゃんと知っとかないと、うん、本当はいけないと思いますね。命がかかるんですね、これまで。しかも一人でも多くの人を守れるじゃないですか。なので俺たちが知ってることによって周りの知識を、確かにそういうのはちょっと、まあ、これから遅くないとか勉強していけたらいいと思いますし、これで学びましたよね。学びました、かなり。かなり、うん。で、これは1日1人1回毎日受験ができます。で、予選は19月の12日まで実施なので、より一層高い得点を目指して毎日、ね、はい、ちょっと1回ずつ受験をお願いします。はい、水本選手、福井選手に続いてですね、選手を代表してチャレンジいただくメンバーをご紹介します。背番号10番、平戸大輝選手。で、先ほど水本選手、福井選手挑戦していただきました。獲得した勝ち点は0です。
そんな難しいと思います。結構難しいです。そんな難しいんです。はい。なので、勝ち点3、はい、獲得できるように頑張ってチャレンジしていただきます。はい。準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。では、用意、スタート。あ、当たりました。お、開けた場所ですね。ドアを開けておく。違う。あ、始まった。違うか。これ結構出てるんじゃないですか。用意出てるんじゃないですかね。終わりました。終わりましたか。ありがとうございます。44点です。まあどうなんですか。44点は勝ち点0です。もうちょっと言ってて。44点か、難しいですね、はあ、でもご自身も茨城で、はい、災害経験があるって話してましたけど、はい、実際その時とか以降になんか自分の中で防災意識が高まったこととかっていうのはあったりしますか。そうですね、やっぱり実際に水とか電気とか全部止まって3日間ぐらい実際にやっぱりそういうの経験したんで、うん、そういう情報とかなんかどういうふうに加えてたら備えてたらいいかっていうのも結構その時に学んだりっていうので知識として覚えてたりとかはしてますね、うん、はい、ライフラインが止まったりとかって、はい、実際経験すると日常生活にも、まあ、ありがたみは当然感じる部分はありつつも、はい、自分の中でいろいろ感じるものがありますね。そうですね、まあ、その時中学生だったんでそこまで真面目に全て考えれたかってさそこまでじゃないですけど、まあ、ある程度、まあ、普段自分が当たり前のできてることが全然できなかったので、そういうなんかことに関してのありがたみみたいなのをとても感じました。まあ、地震だったり災害というのはまあ、いつ起こるかわからないので、まあ、常日頃からしっかりと蓄えだったり備えっていうことをしっかりして、まあ、少しでも何かあった時に迅速に行動できるようにしていけたらいいかなと思うので、皆さんも備えるジャパンカップを実際にやってもらって少しでも知識だったり力になったらなと思うのでよろしくお願いします。はい、ではそんな夜ジャパンカップ地震編受験いただきました平戸大輝選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。